フクロモグラは、フクロモグラ目フクロモグラかフクロモグラ属に分類される有体類。オーストラリア西部から南部固有種体長12から16センチメートル。おながニから3センチメートル。体重40から70グラム。全身は金色の体毛で覆われている。尾は梱包状で、側面と覆面には体毛がない。噴感は突出せず四角い角質で覆われる。 目と外耳は体下が外見からは割れ目や小さい穴にしか見えない。前肢の爪は平たく、特に第三、四肢にある爪は大型で砂を掘るのに適している。後肢の第二肢には大型の爪がある。終練進化の高例として本肢と金モグラが挙げられることも多い。西オーストラリア州北西部に分布するヒメフクロモグラは本肢より体長や頭骨の先端、 化学前薄葉を支える部分が小型であることや分布が異なることから独立種とされることもある。しかし本種との分布が連続している可能性もあり、本種のシノニムとする説もある。規定が砂の氾濫源や砂漠に生息する。地中性で地下10から20センチメートルほどの深さで穴を掘り生活する。砂地に穴を掘るため掘った穴が崩れてしまい、掘った跡が残らない。 通常は地表に現れることはないが、降雨後には地表に現れることもある。植生は動物食で昆虫類等を食べる。繁殖形態は耐性。発見例は少なく、偶然発見した例や、先住民からの情報等により、生息数や分布が推移されている。人為的に移入された赤狐、ネ、リンゴ、野猫等の糞から、本種の体毛や骨、 爪が発見されており、食害によって生息数は減少しているとされる。ありがとうございます。